こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。えー、タバ記念競輪、えー、最終日、12レース、決勝戦の予想をお送りしたいと思います。えー、ここはですね、え大、ー、田松浦、という、まあ、SKS 派はいないんですが、えー、強力な有力選手が出てます。えー、その中で本命にしたいのが、えあ、ー、げたのが、 松浦番手の地元カシノですね。私はこちらを本命に挙げます。でえー、野田源一の短期まくりもちょっと怖いという予想ですね。カシノを中心に太田、松浦、野田源のボックスを基本にカシノから芦沢への,足沢の2着。 というのを、えー、抑えとしたいと思います。はい。では、えー、そちらの方を詳しく、もう少し詳しく説明していきたいと思います。えー、12年、決勝戦ご覧のメンバーですね。えっ、ー、と、太田と松浦、力ではこの一騎打ちになるかと思われますね。点数もこの2人が抜け出てますし、えー、自力的にはバック数がこの2人が抜きに出てますんで、 えっと、えー、っとあまり走ってない畑を除けば、あの、勝率連帯率をこの2人が抜けてるんで、やっぱり力的にはこの2人じゃないかなと思います。はい。えー、それではですね、まず、ウォッツ見る前に、バック回数、ホーム回数を、えー、おさらいしたいと思います。バック回数、ホーム回数とも、太田が抜けてますね。 えーまえー、バック回数、太田が14回、松浦が6回、畑が1回、ホーム回数も太田が8回、えー、松浦が2回、畑が1回ですね。えー、スタート回数は、そうですね、えーっと、結構ばらけてますね。誰がスタートを取っても、数値的にはおかしくない状況だと思います。 松浦が1回、大田が2回、野田源が1回っていうとこは、まあ前を走る選手では気になるとこですね。足沢が、えっと、4回ですか足沢が取る可能性もありますね。足沢・志村が。というわけで、えっと、まず並びですね、を見てみると、 足沢、志村、これはまあ、自在、自在に構えるんでしょうね。近づけじゃないっていうことは、つまり、まあ、あの、太田と松浦の出方を見計らってう、あの、動こうっていう考え方で、うん、前、ただ、前とって、 でも仕方ないですからね前を取る回数は確かに多いが、まあ、太田が押さえてきてそこに飛びつく形で終わりとは言えないですしまあこれ松浦が押さえても同じことなんで何らかの動きっていうのは単調な動きじゃなくって何らかのその陰の切り合いというのはあるん ある可能性があるんで、前へ取るっていうのがそんなに足座に取っていいことかって言ったらそうは思えないんですよね。でじゃあ誰が取るかって言ったら私は太田だと思います。えっ、ー、と、地元の先輩のあたけを連れてるわけですが、もし足、えっ、ー、とおさい、普通のおさい銭湖で行った場合、足座が、足座は下手すれば、太田自身も飛び、太田じゃない、えっ、ー、と、松浦自身も 飛びつく可能性があるんで、まあ、あの、太田も松浦も、あたけも中四国とはなってて、競りがあるのかなっていうのは疑問なんですけど、まあ、松浦も地元カシの連れてますんで、引けないとなったらそういう戦法を取るかもしれない。となると、前を取って、 まあ、松浦が抑えるかもしれないけれども、なるべく、そうですね、あの、畑がせらせないような、セールとしても、足座が来るとしても、外ゼリになるような展開が、あの、理想ですし、大田も比較的前を取る機会が多い。大田は、回数的には2回少ないんですけど、じゃあ、誰が前を、実は大田自身は取ってないけれども、 太田ラインが取ってるケースが多いんですよね。えっ、ー、と、オ田の師匠の小倉隆二とか、えー、山口の桑原とか、その辺が結構取ってるんですよね。なんで、えー、回数は少ないけれども、太田は前を取る可能性が非常に高い。まあ、今回、アタッケや北村、まあ一回ずつなんで、 この二人が、まあ、外枠ってこともあるんで、取らないとは思うんですが、そうなると、大田自身が一番車ということもあって、前を取りに行くんじゃないかなと、え、思いました。そこに、まあ、足沢志村かな。で、野田源。まあ、松浦も中断で、あの、大田の射程圏内にいるということを考えられますからね。その辺は、 4番手以降は流動的だと思います。まあ、誰かを挟んで、その後ろに、えー、松浦、嘉志の、西岡で、まあ、東勢か、ただ、まあ、東、関東は、最高峰から走るんかな、まあ、 野田源が最高峰かもしれないですね。というわけで、えっと、大田が前を取って、ね、松浦が適度になとこで動いて、様子を見るレースじゃないかなと思っております。で足澤は、あの、大田の番手にはそのタイミング次第で背に行くけれども、 松浦の番手、地元を菓子のですからね。これは競らないと思いますね。それが4番手取るのかもしれないです。まあ、競ったところでもうえ、大谷大の番手にせよ、松浦の番手にせよ、競ったところでもう一つのラインのまくり飛んできますからね。野田源もいますし、んあんまり競には得策とは言えないんですよね。まあ、足座は難しいですよね。 セルナー一発で決めないといけないけれども、カシノもアタケも果たしてそんな一発で飛ばせる選手かって言ったらそうではないですからね。逆に、うんかといって逃げる、一回前へ出て、逃げ覚悟でペース上げて、後ろかを仕掛けで、えー、っと、大谷松浦が後ろから仕掛けてきて、その番手がちぎれてはまるというのも、 今の足沢では考えにくいですし、えー、出たところの中断かなというのが基本。で、太田のタイミング次第では太田の番手。まあたが、太田が仕掛けたときに、離れている場合ありますからね。例えば、まあ、太田が前を取って、えー、松浦が抑えて、で、太田が下がる。で、太田が当てて巻き返したときに、あが離れてしまったら、 まあ、うまくはまれる可能性はあるけれども、その時にはまっているのは実は松浦じゃないかなと思いますね。まあ、野田源の可能性もないとは言えないんですけど、その真後ろには松浦いるでしょうからね。まあ、足座は結構難しいのかなと。私的には、もう、あの、太田ラインか松浦ラインの後ろにつけて、で足を溜めて、 ほぼ直線勝負でいいのかなとは思います。まあ、野田源も同じような格好ですよね。直線勝負というか、まあ、まくり追い込みっていう感じがいいのかなと思いますね。えっ、ー、と、これがオッズです。非常に、えっ、ー、と、10倍。 第前半でばらけてますね。一番人気が7位、あたけが刺す、太田を刺す9.9倍ですね。まあ、大田がまあ先輩あたけのために早めに行って、それを刺すんじゃないかなっていう見通しでしょうかね。で他も、あの、大田、松浦の力を両立とか、まあ、大田、松浦の 頭の筋ですね。これらが売れているということになります。えー、っと、野田は意外と売れてない。足澤もちょっと難しいんで売れてない。カシノは、まあ一番売れているのが松浦で20.2倍。その他、まあ太田、足澤、野田、野田、それから赤タもですね。 えー、この辺に均等に売れてるっていう感じですよね。畑からだと、えー、大田以外だと松浦、えー、筋の北村、野田、玄、樫野か。それか、足沢か。まあ、大体、妥当ですけど、うん、倍率から見ると、 10倍台前半のところはそんなに妙味ないのかなという気はしますよね。松浦畠でも14.2倍ですか。ね、で、えー、っと、まあ、勝ち上がり見てると、やっぱ松、太田は初日落車をしてて、 準,準決勝も結構仕掛け危うかったですよね。あの時にあの、鈴木健太郎がインを、あの、金の4コーナーで委員を言ってくれて、その辺、あの、助かったんですが、もし外を牽制してたら結構大田危なかったんじゃないかなと思います。その辺で助かったっていう部分を結構感じてしまうんですよね。 まあ、危機一発だったなという気はしまして、うん、引いたらすぐ巻き返さないといけないですね、大田もその方が、あの、三着権利を準決勝は安全だったと思います。松浦は、うん、まあ、2コーナーで委員をついて番手を取りました。えー、っと、坂本の番手を取りました、青森の。 ま、ここでもう、あの、一度休んでるんですが、踏んでいっても良かったかもしれないですね。ま、とはいえ、やっぱさすが松浦っていうレースですね。まあ、たまにあの、候補に置かれたえ、不発に、特に決勝戦ではその傾向があるっていうのは唯一気になるところではあるんですけど、まあ、それは特別経輪での話なんで、記念だと卒はないのかなという気はします。 野田源のはあんまり準決勝、凄みを感じなかったですね。2着だったんですけど、自力ではなく中を伸びてですからね。その伸び方も、まあコース空いたからついてこれたっていうのは感じますから、んあんまり評価できないかな。これでオッズが売れてくれたら一番よく、よく、 かつ消せたんですけど、完全に消せないですね。えー、っと、かしのはまあ、松浦が一回休んだから、その後ろについていったからまあ仕方なし。その前の二次予選まではピンピンで来てるんで、もう、えやっぱりすごく地元気合入ってると思いますね。もう記念何としても取りたいっていうのは伝わってきます。 あと、足沢も前回、佐世保で優勝してるんですよね。そ,そして、まあ、特戦2着、二次予選3着。で、来て、準決勝は3着だったんですけど、やっぱり苦しい展開で、前の吉田が仕掛けをミスって、苦しい展開で、志村はインをついて、 ちょっとやっぱり浮いちゃったところがあって、それでも外を伸びて三着来たというのは、調子はなかなかいいんじゃないかなと思いますね。佐世保の調子を持続してるっていう気はします。そうか、北村準優勝してるんだ、八番車の和歌山で。なるほど。案外、うん、もしかしたら、太田が素直に逃げたら7、8とかもあるのかもしれないですね。 まあ、78は22.2倍で、あたを刺せるとは思えないんで、その辺は厳しいと思うんですけど、北村も結構、いいかもしれないですね。そのあたけ、7番下あたも準優勝してますからね。初日こそ、あの、大谷巻き込まれたかが落車してますけど、準決勝、あの、刺したところ、余裕ある刺し方ですからね。まあ、足も、 なかなか好調なのではないかなと、思います。志村はなあ、まあ、準決勝であれを、あの先方を使ってしまった。基本的にあんまり縦へ伸びるタイプとは思わない。粘りタイプなんですけど、準決勝でこれを使ってしまったっていうのは、ちょっと引っかかるんですけど、まあ、 結構意外にいいのかな。まあ、やる気が高くあるのかなとは思います。西岡はちょっとわかりませんね。まあ、普通なんじゃないかなと思います。そんな出来を、えー、見た上で、じゃあ、どういう展開になるかといったら、太田が前で、 で、この時に足沢がどうするかですよね。外でもいいからし、あの、番手に行くとか、するんだったら、まあ、ホームぐらいから松浦仕掛ければいい。中断だったら、まあ、一度やっぱり、これがセオリーかな。えっと、一度押さえて、前を、太田を下げさせて、様子を見る。 そこに足沢、志村や野田源もついてくる。で、大田の巻き返しを待つっていうのがやっぱり一番オーソドックスな展開じゃないかなと思います。となると、まあ、結果的には、松浦逃がされる展開も十分あるんじゃないかなと思います。大田が来なければね。で、大田が、 来た場合、結構、松浦も、逃げてるんで、慌てる仕掛けになって、畑が離れて、松浦がやっぱり番手にはまるということはあるかと思うんですね。で、やっぱり、無理な仕掛けをしてるんで、うんやっぱり松浦はしっかりついていくと思うんですよ、大田の番手で。 なんで、もしくは、その時足沢が、大田が引いた時に、足沢が、もう、大田の番手に行くしかないと思ったら、確実にあたけ離れますからね。あのどちらにしても松浦が、前々に行って、逃げるにしても、大田の番手にはまるにしても、前々に行って、その時に、えー、足を使ってないのが、 うん、カシノなんじゃないかなと思うんですよね。地元カシノ。まあ、仮に、あの、オタの番手を足田が競った場合でも、ホームぐらいから済むんでカシ、今のカシノなら離れることはないでしょうから、ま、あさせないにしも2着はある。と思うんですね。なんで、こんな感じですよね。えー、っと、まあ、 松浦が、太田が、太田の番手にはまったときは、もう5に2個でしょうね。2個もあると。で、もし松浦が逃がされた場合は、太田、野田源のまくりが飛んでくる。で、さらに芦沢も多分、あの、松浦ラインの後ろにいると思うんで、野田源より前にいると思うんで、 ほぼ4コーナーぐらいからの、早めの追い込みで、なんとか2着に届く展開。あとは、まあ、その、太田が松浦番手にハマった時とか、太田の足の残り方次第での、あとは野田源のまくり。ただ野田源はちょっと落としたいですね。あの歌詞の頭にせよ、他のラインにせよ。 あんまりいい気配を感じないんで、感じないし、太田の番手に松浦がハマった場合でも、そう簡単に届くのかな。多分足座が前にいると思うんで、まあ、外しに近い位置を押さえと考えてください。まあ、力、展開と力ということで歌詞の本命。 まあ、松浦、太田が中心重きかなと私は思います。はい。えー、以上、玉の記念の決勝戦予想をお送りいたしました。また20分超えてしまって申し訳なかったです。はい。えー、 この動画最後の20秒で関連動画動画プレイリスト表示されますのでよろしければ見てください、えー。チャンネル登録、高評価などもよろしくお願いします。では、玉の記念決勝戦の、決勝戦ですね。太、えー、太田松浦が揃いました。そして地元のカシノは、えー、楽しみにしましょう。 ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。